僕は20代の頃はやっぱりファンクが全盛期になってきたんだよな。いろんないいのはいっぱい出てきたんで、すげえ刺激的だったの。中でも好きだったのってあるんですか？その、うん、あるね。いまだに忘れられない曲ってのはあるんだよね。オハイオプレイヤーズ、おー、ね、エクスタシーっていう曲がすげえんだよ、はいはい、オハイオプレイヤーズかっこいいですよね。あのすごい、あんな曲はできない。一番でも僕が影響されてるのはドクタージョンだから。おー、ニューオリンズの魔法使いですよ、ドクタージョンとは。なんかあの前もん時に同じレーベルだったんだ、ホライゾン。おー、そうか。でトミー・リー・ピューマのマンションの部屋に呼ばれて、そこにドクタージョンも来て、前もんも行って、でドクタージョンが先に帰るっていう時に肩揉んでくれて、ショービジネスには気をつけろみたいなね。